日吉駅。日吉駅は、神奈川県横浜市港北区日吉2丁目にある東急、電鉄、東急、及び道4丁目にある横浜市交通局、横浜市営地下鉄の駅である。以下の2車3路線が乗り入れ、接続駅となっている。日吉駅の北西にある、日吉不動村付近は、東京急行電鉄の前身の一つである、東京横浜電鉄が、土取り場として、 最初に買収した地であり、そのため日吉は東急電鉄発祥の地とされている。1956年、昭和31年にその地に、東急電鉄発祥の地の記念碑が建立され、その後東急記念公園として整備されていたが、2001年の公園が閉鎖され2003年に、元住吉駅構内の東急教習所に移されている。2022年度下期 2022年10月から2023年3月をめどに、東急と相鉄が相互直通運転を実施予定である。現在、本駅から新横浜駅や羽沢横浜国大駅を経由して、相鉄本線、西谷駅に至る総延長12.7キロの連絡線、相鉄、東急直通線の建設が行われている。なお、この際に、 目黒線の引上げ線2本が、相鉄、東急直通線の線路となり、新たに別の引上げ線が1本設けられる予定である。駅設置当時に、吉珠軍清村大和座・がみあざ一本松に位置していたことから、地名を取ったものである。島式ホーム2名4線を有する地上駅である。外側2線を東横線、内側2線を目黒線が使用している。 1988年から1991年まで改良工事を施行した関係でホームは半地下化されており、駅舎はホーム上に建設された人工地盤の上に立地する。駅長所在駅であり、日吉管内として当駅と津波島駅を管理している。東急管理のトイレは1階の改札内にある。ユニバーサルデザインの一環として車椅子などの利用に、 対応した個室、多機能トイレは設置されていなかったが、2006年12月頃に移転し、同時に多機能トイレの使用が開始された。ホーム上にはエレベーターが設置されている。改良工事時点では、日吉東急アベニューにつながるもので、駅係員の付き添いがない限り利用できなかったが、その後横浜寄りに新しく自由に利用できる、コンコースとのエレベーターが設置された。 2008年3月30日の横浜市営地下鉄グリーンライン開業に合わせて東横線とグリーンラインを結ぶ地下通路の新設と東横線の改札口の増設が行われた当駅はもともと線路の位置が周囲の土地よりかなり低く東西の改札口と駅舎は地上レベルであったがホームは掘割りの底にあった島式二面四線のホームと 津波島駅寄りに引上げ線2本を合わせ持つ構造が長らく続き、この時期には渋谷駅日吉駅間において折り返し運転をする各駅停車と日比谷線直通電車がそれぞれ留置される系も見られたほか、荷物電車や試運転列車の折り返しにも利用されていた。引上げ線の有効長は列車の編成量数の増加に合わせ、最終的には18メートル車8両の長さとなったため、 水平な引上げ線と、津波島駅に向かって、下り勾配となる本線との飛行は、かなりのものとなっていた。1988年から1991年に、かけて大規模な改良工事が行われ、この期間中は、島式ホーム2面2線の状態となり、引上げ線の使用も中止されたため、当駅での休行と、各駅停車との緩急接続及び始発、 列車の設定が一時的に不可能となったこのため、東駅で、急行の接続待ちを行っていた、各駅停車は、隣の元住吉駅における、急行の通過待ちに変更され、さらに東駅発着の列車は、元住吉駅あるいは、菊名駅発着となった。この際、日比谷線直通電車の運転区間は、それまでの中目黒駅東駅間から、菊名駅まで延長された。 この改良工事が完成した後、島式2面4ン0線ホームの構造に戻り、環急接続も再び当駅で行われるようになり、日中の日比谷線直通電車も当駅発着に戻った。ただし、引上げ線については一線に縮小された。日比谷線直通電車のほか、東横線、港未来線内を走る電車についても当駅。 発着列車が数本存在した、詳しくは前後の項目を参照。2006年9月、武蔵小杉駅当駅間が高架化及び配線変更などにより、高架化された新しい元住吉駅構内と元住吉建区を直接結ぶことが不可能な配線となった。それまで元住吉始発としていた各列車は、武蔵小杉駅発着となり、下り線。 元町、中華街方面行きについては、大半が当駅始発となった。これは、この高架線切り替えと同時に、元住吉県区から当駅までを直接結ぶ、下り出港線が設けられたためである。全校で述べた、大規模な改良工事を行っていた一時期を除き、長らく内側2線、2.3番線を、対比線と使用し、ここで、各駅停車が急行。 あとに通勤特急も、の接続退避や、特急運転開始後は、特急の通過退避なども行っていた。また、終電間際には、東横線内の東駅止まりの電車も設定されており、夜間に引上げ線を及び2.3番線ホームに、留置され、翌朝に、始発列車として運転されていた。目黒線が東駅まで延伸するのに先立って、2007年8月23日の、 ダイヤ改正から、この対比線及び、引上げ線を、目黒線の設備に切り替える工事が行われることになり、対比線の使用や当駅発着列車の設定は、再度不可能となった。このため、当駅における、環急接続や、通過待ちは、すべて隣の元住吉駅での特急、通勤特急、急行いずれかの通過対比に変更されたほか、 当駅発着列車については、武蔵小杉業もしくは菊名港に変更され、日比谷線直通もこの時から菊名駅まで終日運行されるようになった。この転換工事完成の際に引上げ線が1本から2本に、再度増設されたが、有効長がそれぞれ異なり、2本のうち1本は20メートル車8両編成分、もう一方は20メートル車6両編成分である。 目黒線が当駅まで延伸されたのは2008年6月22日である。ホームドアも稼働開始され、色は、群青色である。2013年3月16日から開始された、東横線と東京メトロ副都心線、及びその先の西部池袋線と東武東上線との、相互直通運転に合わせ、特急、通勤特急、急行が8両編成から10両編成に、 増強された。これに伴い、当駅の津綱島駅寄りにおいて、ホーム延長の改築工事が実施された。前期の神奈川東部方面線対応工事の一環として、2016年7月3日より目黒線車両の停止位置が約60メートル元住吉駅型に変更された。出典東急電鉄駅構内図2018年5月18日閲覧。 島式ホーム一面二線を有する地下駅。東急線の駅とは直行しており、駅の半分は、慶応義塾大学日吉キャンパス構内の胃腸並木の下に設けられている。地下3階がコンコース及び改札口、地下4階がホームになっている。地下鉄の改札外には、東急線の改札も新設され、地下での乗り換えが可能である。ステーションカラーは、慶応義塾大学や、 商店街の賑わいや活画期をイメージして赤、薔薇色。駅長所在駅。日吉管区駅として、当駅北山田館を管理している。駅のデザインテーマは、カタライの広場で、学生の街としての若々しい、道と静かで落ち着いた住宅地としての性を持ち合わせた駅の創造を目標とし、ガラスを使用して、透明感のある外観にすることで周辺との調和が、 図られている。内部空間はガラスモザイクタイルを用いて人の流れを演出。コンコースの赤から地上部の青へ変化する様は銅から生への空間の移り変わりを表現している。出展、横浜市営地下鉄、駅構内図2015年1月21日、閲覧。2007年に横浜市営地下鉄、グリーンラインが開業したことにより、 利用客は大幅に増加した。各年度の1日平均乗降人員、乗り換え人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。駅東側には、慶応義塾大学広市キャンパスが、津島街道、県道2号を挟んで、すぐのところにある。駅西側は、商店街と住宅街だが、学術施設が多いため、学生が多く、 学生向けの飲食店などが多い。東急バスと川崎鶴見臨港バスが運行する、路線バスと、東急バスと、富士急上南バスによる富士山、御殿場方面行き高速バスが運行されており、綱島街道沿いに、南、綱島方から、番号順に0から4番乗り場が、日吉東急アベニューの南側に5の7番乗り場が、それぞれ設置されている。なお、 元住吉方向に行くバスは現在廃止になっている。2008年3月30日に、津島街道沿いのバス停留署名は、日吉駅東口、日吉東急アベニューの南側の停留署名は、日吉駅とされた。本駅の元住吉駅よりの東側に、バスの待機場があり、0から4番乗り場に発着するバスは一度待機場に、進入して折り返す。 かつてここに東急バス、日吉営業所があったが、1993年に、その機能は、東山電営業所に移されている。3番から発車している日40系統東山電営業所行きのうち、深夜バスは0番乗り場から発車する。その他に校舎専用だが、東急バス運行の渋谷駅発深夜急行バス、ミッドナイトアロー、新横浜駅。 新羽営業所行きが本駅前を経由、校舎扱いする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。